米西戦争や、義和団の乱、ボーア戦争直前の1898年における世界の帝国及び、植民地1959年における世界の植民地状況人間開発指標による国際連合の国々新植民地主義とは、ポストコロニアル批評において発展途上国の様態を形容する際用いられる、用語。 かつての創始国が築き上げた減損するあるいは過去の国際的な経済協定が第二次世界大戦後に発生した脱植民地化を経てもなお独立国に対しその支配を維持すべく利用されているとする。新植民地主義の後は今日における現実の植民地主義及び旧植民地で展開されている資本主義的事業の双方を批判の射程に入れることが多い。 とりわけ多国籍企業が発展途上国の資源を搾取する構図を強調し、この経済支配が16世紀から20世紀にかけてのヨーロッパの植民地主義を彷彿とさせるとの批判がある。抗議では大国による小国への内政干渉を指し、帝国主義時代の列強諸国にも似た大国の行動、そのものが一種の経済的帝国主義と重なることを示唆する。 帝国主義がある限り、それはその言葉通り、自らの支配を他国へ及ぼそうとする。今日、その支配は、新植民地主義と呼ばれる。チェゲバラ、1965、新植民地主義の造語者の一人であるガーナの、初代大統領クワメエンクルマが描かれた、ソ連の切手第二次世界大戦が終結し、植民地において勃興した独立運動を経て、 軒並み脱植民地化を達成した直後のアフリカで用いられたのが始まり。独立後も自国が急走四国やその他先進国による新手の植民地主義に従属しているのではとの懸念が一部指導者らの間で存在し、中でも独立感もないガーナで1957年に指導者となったクワメエンクルマは新植民地主義の語を用いた人物の一人として知られる。 古典的な定義はエンクル車が表した帝国主義の最終段階としての新植民地主義に衝述されているが、本書は19世紀の帝国主義が資本主義制度の要求に基づくとするニ人の帝国主義論を下敷きとするものである。エンクル車はその中で帝国主義の主な先兵たる植民地主義に代わり、我々は今や新植民地主義のただ中にいる。新植民地主義は、 植民地主義と同様、資本主義国家における社会的矛盾を輸出する試み、とした上で次のように述べている。新植民地主義とは、結局のところ、外国資本が発展途上地域の開発というより、搾取を目的に用いられるということに尽きる。新植民地主義下の投資により、先進国と非先進国との格差が縮まるどころか、むしろ拡大している。 対新食民地主義闘争は非先進国から先進国の資本を締め出すのではなく、非先進国を貧困状態に陥れるべく、利用される先進国の金の力を食い止めるべく、行わねばならぬ。このように、新食民地主義なる語は本来、アフリカの新興独立国家における学者や指導者の活動のほか、パンアフリカ主義運動を通じて、広く知られるようになったことがわかる。 指導者の多くは、他の独立国の指導者と共に、1955年のバンドン会議に集い非同盟運動の機種を務め、1950年代末から1960年代にかけて開催された全アフリカ人民会議においても、新植民地主義への批判が一層高まった。1960年のチュニス会議や、翌年のカイロ会議になると、旧宗主国フランスを中心に、 かつての植民地からなるフランス共同体を断罪するなど新植民地主義への対抗策を明言。会議で出された諸案件は新植民地主義の定義とその全体像を盛り込んだ4ページに渡る報告書新植民地主義の解決に向けてとしてまとめられた。こうして冷戦期は非同盟運動がアジアアアフリカラテンアメリカ人民連帯機構などの組織と同様 新植民地主義を新興独立国家軍における共通の敵と規定した。なお、民族独立運動に際しては、反植民地主義を掲げた武装闘争が活発となった一方で、新植民地主義を求断する動きも広まった。例えば1970年代、当時ポルトガルの植民地であったモザンビークやアンゴラにおいて、マルクス主義を標榜するフレリマ及び MPLA が、 民族独立諸勢力を急合するとともに、植民地主義のみならず、新植民地主義の告発も言った。シエラ・レオネにおける暴動鎮圧部隊の訓練を行う、英米両国の退役軍人のような外国人傭兵は、しばしば新植民地主義勢力の先兵として、非難を受ける。フランスのジャック・フォーカールは、ボブ・ディナールなどの傭兵を用いながら、 同国の旧植民地へ圧力を加えていたとされる現代の新植民地主義を定義する上で用いられる古典的な例としてフランスと同国の旧アフリカ植民地の指導者との間に緊密な関係が続いている状態を指すフランスアフリックが挙げられる。これはコートジボワールのフェリックス・フェイコール・ボワニ大統領がフランスとアフリカとの良好な関係を示すために 用いたのが最初で、当時は肯定的な意味を持っていたが、次第に双方の非対称的な関係を批判する文脈で使われるようになった。特に1960年からシャルル・ド・ゴール及びジョルジュ・ポンピドゥ・ジョー大統領の下でアフリカ問題担当省を務めたジャック・フォーカールがフランス・アフリックの代表的人物と言われる。この言葉はフランス・ワグザビエ・ベルシャブの造語であり、 アフリカにおけるフランスの政策を批判した著書の題名として使われた。フォカールの組織網は役者が補足するところによるとジャック・シラク大統領に引き継がれている。1972年にはカメルーンの亡命作家であるモンゴベティが近年のカメルーンにおける歴史を批判的に綴ったカメルーンを覆う残酷な手から脱植民地化の死体解剖を発表。本書では カメルーンを含む植民地が未だ名実ともにフランスの支配下にあり独立以後の政治的エリートもこの永続的な従属状態を擁護してきたことを明らかにした。ベルシャブやベティラはかつてのアフリカ植民地の国々との独立後40年にわたる関係を指摘している。すなわちフランス軍が旧植民地に戦力を保持しフランス企業は 同地での投資の独占権を保持したという指摘である。アフリカにおけるフランス軍は旧植民地国自身の利益でなくフランスの利益にかなう政権になるようしばしばクーデターに関与した。このような新植民地政策に対し論者は政治利害のグローバル化する危険を指摘している。冷戦期においてフランスと近しい関係にあった指導者は同国の手先として 批判にさらされた。そのうち最も批判の槍玉に挙げられた人物としては、ガボンのオマルボンゴ元大統領、コートジボワールのフェリックス・フェイコールボワニ大統領や、東ーのニャシンベエアデマ元大統領、コンゴ共和国のドニサスヌゲソ、チャドのイドリスデビ大統領、そして、ニジェールのアマニディオリ元大統領らがいる。彼らは交代し、代わりに、 エルフ・アキテーヌなどの多国籍企業と結びついた組織網が搾取をするようになった。フランコフォニー、編集フランス共同体と後のフランコフォニー、国際機関については、特にアフリカにおいて、フランスの新植民地主義勢力の手先として批判される傾向にある。ただ、フランコフォニーをフランスによる同国の旧植民地に対する支配の隠れ身のとする批判がある一方で、 フランス語との関係はより複雑である。アルジェリアの知識人であるカテブやシーンは1966年、フランコフォニーは新植民地主義的な政治装置であり、我々の不和を長引かせる原因とされているものの、フランス語を使ったからといって外国勢力の手下であるとは限らない。私はフランス人でないということを、当のフランス人に知らせるべく、フランス語で執筆を行うと述べている。 ベルギー領コンゴでも脱植民地化が急ピッチに進んだものの、ベルギーによる支配は独立後も、同国経済の約7割を占めるソシエテジェネラルドベルジクを通じて続いた。最も利権争いが熾烈だったのは、同社の傘下にあるユニオンミニエールが鉱物をはじめ地下資源を管理していたカタンガ州で、1960年代に工業国有化が失敗すると、 再び外国からの投資を受けるようになる。イギリスと同国の旧アフリカ植民地との関係で批判を受けている事柄としては、同国が植民地に進歩をもたらす文明国と自ら規定したことである。こうした態度は一部の旧植民地に対する軍事的経済的支配を可能にし、シエラ・レオネへの進行期に再び浮き彫りとなった。イマニュエル・ウォーラースティンの世界システム論も、 参照のこと、ハリー・トルーマン米大統領に越見するイランのモサデク首相。英米両国がイラン国内に所有する石油会社を国有化したモサデクは、1951年8月19日に発生したクーデターで権力の座から引きずり下ろされた。このクーデターは、英米両政府の資金提供を受けたファズロラ・ラザヘディ、将軍によるものであるジミー・カーター米大統領と、 オルシェ軍おば三女。おば三女は3年前のクーデタで権力を掌握し、産油国としての地位をちらつかせながら冷戦期に東西領陣営へすり寄った新植民地主義の責任は、抗議では小国に内政干渉する大国や国際的な経済組織に向けられてきた。この意味で新植民地主義とは現代の経済的な帝国主義の一形態を含意する。そこでは、 強国が列強諸国のごとく振る舞い、この振る舞いがポストコロニアル世界における植民地主義になぞらえられる。新植民地主義勢力は直接的な軍事的政治的支配の代わりに金や貿易政策を駆使して小国を支配していると言われ、この概念を理解する者は小国に対する事実上の支配を見て取るであろう。旧想四国や その他経済大国はいずれもかつての植民地とりわけ原料の供給地としての役割が期待される地域の経済に存在感を示し続けている。それゆえ大国はこうした原料の流通を維持し自国及び多国籍企業を不当に儲けさせるよう小国の統治機構なり経済への介入を行うたびに批判を受けざるを得なくなる。 従属理論も参照のこと経済的新植民地主義という概念は世界システムにおける不平等をマルクス主義的に分析した従属理論を通じ理論的基礎が与えられた。同理論は中心たる先進国と周辺たる発展途上国が存在することを前提に資源が経済成長や富の維持を目的に周辺から中心へと流れていると主張する。その中心概念は 周辺に位置する国々の貧困は世界システムへの統合の結果引き起こされているというものである。この視点はそうした状態が完全な経済統合へと至る進歩であるとみなす自由市場経済学者の視点に対比できる。還元すれば南半球の国々の低開発状態は北半球の先進国軍における経済発展と表裏一体をなすわけである。なお、 従属理論は19世紀末に橋を発する反植民地理論に多くを追っており、特にベネズエラの歴史学者、フェデリコ・ブリト・フィギュエロアは、植民地主義と新植民地主義の双方を社会経済学の観点から幅広く分析し、ブリトの作品や書理論は、同国の交互、チャベス大統領の思想に大きな影響を与えた。米ソ間が対立していた冷戦期には、 発展途上国へ内政干渉を行ったのを理由に新植民地主義の責任追求の矛先がしばしば西洋に向けられた。この時代にかつて植民地支配を受けていた国々の多くで行われた大理戦争は東西両陣営からの資金提供をなくして成り立ち得なかったが同時に先進資本主義諸国に対する異議申し立てが世界的規模で広がる。 例えば、東側陣営のキューバやナセル政権下のエジプトを、はじめアフリカの新興独立国家の一部は、反米政権を打倒する一方で、自国民の意思に反する政権を支援したとして、公然、非公然を問わずアメリカを非難した。モロッコの政治家メフディー・ベンバルカが議長を務めた3、大陸会議もこうした、組織の一つであった。第三世界運動の一翼を担った。 同会議は各分野において革命的な反植民地主義勢力を支援しアメリカやフランスの怒りを買った。なお、ベンバルカ自身は1965年の議長退任まで新植民地主義委員会で先導的な役割を果たし脱植民地化を達成した国々における。 急走四国の関与に焦点を当てながら、西側陣営の名主たるアメリカを第一の新植民地主義勢力であると強く主張した。その後、同会議の精神は、キューバのアジアアフリカラテンアメリカ人民連帯機構をはじめとする組織に受け継がれ、1960年代から1970年代にかけての非同盟運動へと結実。従属理論を支持する。 知識人が言ったのと同様の方法で全資本主義国とりわけアメリカを包囲するまでに至った。今日でもラテンアメリカを中心として左翼勢力が新植民地主義の語を多用している。多国籍企業による投資が低開発国を豊かにするどころか人身の荒廃や環境破壊をもたらし、引いては持続可能ではない開発や永続的な低開発状態をも招きかねないとの 批判がある。従属理論では、こうした国々は、自国経済を発展させる先進的な生産技術を手に入れられない一方で、安価な労働力と減量の方向としてみなされることが多いという。また、天然資源の民営化により、大規模な資本投下が行われるものの、失業率や貧困率が跳ね上がり、収入が減少する国も少なくない。この批判は、 ギニアビサウやセネガル、モーリタニアといった伝統的に漁業が地域経済の大部分を占める西アフリカ諸国に当てはまるもので欧州連合は1979年より今日に至るまで西アフリカ沖で漁業権の仲買いを行っている。その結果、外国企業による水産資源の乱獲が大規模な失業と当該地域における人口流出を招いてしまった。 もちろん乱獲は地域共同体における漁業の重要性を認識するとともに政府が外国企業との漁業交渉を行う際余剰資源にのみ焦点を絞るべきとした国連条約違反である。世界銀行に抗議する人々反新植民地主義者は国際通貨基金や世界銀行などの国際経済機関による貸付金を拒絶する権利を求めている。貸付金や 経済援助を受けるためには、小国は IMF なり WB を利するのみで、自国経済に有害なプログラムを実行せねばならず、構造調整プランが国内の貧困をむしろ増幅してしまうとの批判が根強い。また、WB のような特定の国家連合が最貧国を支配し搾取することを強調するものもおり、実際第三世界の政府が賄賂の見返りに外国企業へ、 特権や独占権を認めるケースが多々見られる。その上、最貧国に対する貸付金の多くは、ほとんどの場合、外国企業へ返済することになるため、事実上の補助金扱いである。従前の慣れ合い状態は、企業支配、コーパーティフラシーと呼ばれることがあり、WB や IMF、WTO、さらに G8 や世界経済フォーラムといった組織は、 新帝国主義を体現する存在として、非難を浴びている。新植民地主義が植民地主義の焼き直しに過ぎないと主張するものは、今日のアフリカが IMF や WB に対し借りた時よりも、はるかに多くの金を返すため、しばしば国民が必需品すら買えない、困窮状態に追い込んでいると指摘する。事実、IMF や WB から、福祉や教育、 社会基盤の民営化を柱とする構造調整プランを押し付けられ生活水準の低下が見られるようになった。こうした状況に対し国際連合事務総長の特別経済顧問で2000億ドルにも上るアフリカ全体の負債を帳消しにすることなどを要求するコロンビア大学のジェフリー・サックス教授は次のように述べている。この見せかけを終わらせる時が来た。 負債は返せる見込みがない以上取り消す必要がある。また、アフリカ人も貸付金は大変ありがいが、今やこの金を死に直面している子どもたちに当てなければならない。だから、我々は福祉や教育、エイズ予防など喫緊の社会的投資に用いるつもりであると主張しなければならない。IMF 批判は通貨切り下げ政策にも及び返済の条件として、 通貨切り下げを求める一方で、低開発国の通貨が切り下げられた以上、ドルやその他先進国の通貨で貸付金を返すべきと主張する姿勢には適厳しい。これは通貨を切り下げればそれだけ負債がかさむことを意味し、それゆえ、第三世界を工場的な借金付け体質や貧困状態、そして新植民地主義的な従属体制に留め置くからである。 新植民地主義の概念は本来マルクス主義理論の枠組みの中で発展を遂げたものの他方では左翼勢力を中心に多岐にわたる理論的枠組みを提供してきた新植民地主義理論の一バリエーションとして先進国がマスメディアや言語教育や宗教などの文化的手段を通じて他国の価値観や認識すら支配する文化植民地主義があるこれは 植民地出身の作家が19世紀における植民地帝国の影響を色濃く反映させる植民地根性への批判を一要素とするものである。批判者によると、かつて植民地内氏は帝国の支配下にあったものは、悲願の精神的、文化的創意に気を取られ、外国人の作法を権力や成功と結びつける風が強まるという。そこから、 外国人の作法を事前の作と考えた上で、従前の土着の作法よりも高く塔を飛ぶようになり、最終的には植民者の人種や民族までをも、優れた存在と、作詞する神聖が生まれるとしている。そのため、ネグリチュード運動などに見られる、植民地主義の文化面における拒絶や、一見したところ、本物の地域文化を守り通すことが、ポストコロニアル世界にあっては、 支配に対する必要不可欠な抵抗とみなされる。同様の理由により、旧植民地勢力からの文化的要素を取り入れるのは一種の新植民地主義と言ってよかろう。ポストコロニアル理論、編集ポストコロニアル理論も参照のことポストコロニアル理論とは、哲学や映画、社会科学をはじめとする植民地支配の文化的影響や、 植民地社会における文化的アイデンティティを探る一連の理論である。同理論は例えば、植民地人の知識が植民者に仕えるべく生み出され、用いられてきたこと、植民者の文学が植民地人を劣った人種と捉えることを正当化してきた経緯などを主眼に置き、とりわけ新植民地主義については、脱植民地介護における国民性構築という、 現代の葛藤の背景にあるものと位置づけている。サバルタンやフランツ・ファノンの植民地化の精神病理学、キューバのトマス・グティエレス・アレアやフィリピンのキドラットタヒミックラ第三世界の映画関係者についての研究で知られる。ポストコロニアルなり新植民地主義理論が文学理論において大いに発達した一方で国際関係論も ポストコロニアル理論を学問の一分野として定義している。ただ、新植民地主義の文化面からの批判に最も関心を寄せるものの、その事例はマルクス主義的な従属理論や新自由主義批判のように経済理論の枠内に止まるのが一般的である。また、批判的国際関係論は、ポストモダンやポストコロニアルフェミニズムは言うに及ばず、 マルクス主義の立場から新植民地主義に言及し、前提からして現実主義や自由主義とは異なることが多い。ありがとうございます。